本当に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 寒いか。マイワシだったらどうしよう。メネギだったらどうしよう。寿司握ります。ということで、今日は、スルメイカのお寿司を握ります。はい。まあね、このスルメイカなんですけども、今日は石川県のスルメイカ。今年はちょっとね、不良をやったらしいって、ちょっと値段ね、上がるんですけども。なんか、イカって、なんか心臓が3つあるらしくて、そう。まあ、それはコモンセンスなんですけど、心臓がね、3つあるということで、強心臓ということで、なんか、俺と似てんなって思いました。ちょっとそれを知って、うん。そう。スルメイカ。視力もね、すごいいいということで。その辺はちょっと似てないですね。僕はもうめっちゃ目悪くて、ほんまに。昔から目悪いんですよ。そうそう。両目 D とかやったな、小学校の時から。そう。そうなんですよ。そうそうそう。結構ね、みんな B とか多かったけど。A、B ぐらい。なんか俺 D やった。で、コンタクトレンズにね、中3かな。なんか練習みたいなあったけど、ほんま、ギリギリの時間にね、行って、部活終わりに。でも、閉店があれ、病院から早いけど、なんか結構早く入れられて、全然、あ、大丈夫です。迷惑かけずに。はい。なんかあれ結構時間かかったりするけど、なんか、閉店間際っていう、その、ね、ギリギリで、ギリギリでも焦らずになんか。おぉ、うわ、綺麗なんか美しいな、ほら。ここ普通ちぎれたりするけどね。やっぱ技術でちぎれなかったです。あれ待って、これ。これ、これって、これ、本当に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 サーモンか。スンドゥブだったらどうしよう。スンドゥブだったらどうスンドゥブ寿司握ります。引き続きイカをね、さばいていきますけども、うん、ビロローンってこう、シャーって向けますから、これ、はい、いきます。こうね、まあまあ、なんか今日調子悪いな。なんか今日調子悪い、これ抜かれへん。いかが悪いんか。強いんや、このイカが。この皮と身のシークレットナイフ。シークレットナイフ、君がくれたもの、入れます。じゃあちょっと、ビニールのこれね、グラブ、します。はい。じゃあ、これね、シャリ、シャリはまあ赤シャリやね。赤酢を、いつも通り使ってます。赤酢ですね。たまに黒酢になる時もありますけどね。ちょっとね、今回また赤酢に戻しました。うん、ちょっと気温とかも下がってきて、うん、ね、気温によって変化させる。
まあ普段やったら僕これ何もつけずに食べたりもするんですけども、まあでも、モソルトの方ね、ちょっとかけたりもしますので、今日はそれでいきます。でちょっとカボス。ちょっとね、カボスいただいたんで、あの女性の友達からカボス収穫できたよっていうことでちょっといただいたんで、これせっかくなんで、これ珍しいね、こういうのついたやつ、はい、うわええやん。でちょっとこれをこうじゃなくてこう絞りますね、うん、そっちの方がカボスについてるリモネンっていう成分があるんでね、皮にリモネンっていう成分ついてるんで、こうした方がよりね香りがね漂いますので。ではいただきます。やっぱちょっと普段通り手で食べたいと思います。はい、まあ左利きなんでこういう逆なんですけど。はい、うん、こっち。ベリーウマーバー。いや。イカのね、こう、甘みがね、むちゃくちゃすごいですね。あと弾力がね、思ったよりあるっていうことで、ちょっとだけ、もうちょっと隠し包丁入れた方が良かったかもしれんな。その、咀嚼回数と、その、ネタの咀嚼回数がちょっと合致してないっていうところが、結構反省やな。そこが、そう、もうちょっとこう、咀嚼回数を合わせられたら、うまいことこう、シャリとイカがマリアージュしてたなっていう。そこはありますね。うん。より良くなると思います。だから。うん。いや、イカ自体はめちゃめちゃうまい。うん。これはちょっと次、ちょっとイカそう。ね。これ、ちょっと次イカそう。ね。シャリだけに、ほんま。ちょっと、それ、ちゃんとしよう。いや、でもこれめちゃめちゃうまい。これほんま、イカ物語の花火やね。きらめいて、するめいて。いや、ほんま。確実に。いや、これほんまにうまいし、やじ。うまんついやんじ。バンドエイジ。ゆでたまごでした。ゆでたまご先生。すいません、橋、ちょっと手当たって、机から、床の方に落ちたんで、交換してくださいって言ってましたけど、手当たって、机から床に落ちたんでの部分、いらないですから。橋を落ちたんで、落としたんで交換してくださいで、いいんで、ちゃんとしてください。ごちそうさまでした。